新幹線の札幌延伸のほか再開発が次々と進む道内。注目されていた今年1月時点での道内の土地の値段の平均上昇率は 4.6% と8年連続で上昇しました。中でも住宅地の上昇率がナンバーワンだったのは少し意外な場所でした。富良野スキー場からまっすぐと降りてきたこの地域が今回地価上昇率ナンバーワンの富良野市北の峰町です。スキー場にほど近い富良野市北の峰町の住宅地、地価は去年に比べておよそ 28% も上昇し、上昇率は全国1位になりました。実際に現場を訪れてみると、父親と母親が北の峰に土地持っててニセコの人に高値で売りましたけど。上昇の背景となっているのはコロナ禍を経ての観光客の急回復です。去年12月にオープンしたホテルは連日予約でいっぱいに。 85% が海外からのお客様でしたですね。特に今シーズンはオーストラリアのお客様が多くて 25% 近くがオーストラリアのお客様でした。海外観光客に好評なのは富良野の雪質です。 This is better snow than most places in America in March. Okay. It's good. Here more snow and yeah, winter is like more cold.外国人観光客をターゲットにした飲食店も。大きなローストビーフが乗ったこちらのラーメン、価格はなんと2500円。富良野市内で3店舗を経営する人気のラーメン店富川が数量限定で販売しています。ただ値段を上げただけではなくて、やはりクオリティの高いもの、そうなると北海道の和牛が必要だったということでできたラーメンなんですよね。富良野は冬に加えて夏も観光需要が大きく、外国人による不動産投資が増えています。この動きも地価を押し上げる要因になっています。富良野に投資する方は、富良野が好きで、ご自身も滞在で利用したいために、投資をする方が多いです。一方、地価の上昇を懸念する声も。土地の売買が盛んになることによって、居住していた方の、その方たちが他の土地に転居せざるを得ないというところも若干ちょっと出てきていますので、その土地を守りたいなというところはあります。一方、商業地で道内トップ3を独占したのは千歳市。こちらは建設中の次世代半導体工場ラピダスの効果です。ラピダスは千歳市中心部に事務所を開設、雇用と人口が増えることへの期待からホテルや賃貸マンションの建設が進んでいます。地元に事務所があるかどうか、拠点があるかどうかというのは大きなやはり違いがあると思ってますので、いろんな部分の活性化につながっていくのではないかなというふうに思っています。千歳は今後土地だけでなく働き手の取り合いになると予想する声も。ラピダス効果で時給2000円とかね、なるかもしれませんね。遠くないかもしれない。遠くないかもしれない。今回発表された地価を調べてみると、北海道の今とこれからの暮らしが見えてきました。